はい、どうもこんにちは。ペンとカメラと雑記帳、高橋です。いつもご視聴ありがとうございます。さて、そろそろですね、来年の手帳をどうするかっていうことを考えなきゃいけないと多くの YouTuber 様方がおっしゃっておられます。私も遅ればせながらですけども、いろいろ考えております。現状のところはですね、このようになってまして、3冊入ってるんですけども、この1冊は10月のもの、デイリーですね。毎日1ページずつということで、週末に少し余裕を持たせております。それからこれが現在使っている9月のもの、もうかなり、ちょっとごめんなさいね、かなり書いてるんで、もうこのわーっとこんな感じですね。わーっと、はい、まあ育っていきますよね、どんどんね。こんな風に育っていきますですよね。はい、今日なんかこれなんですけども、なんかいっぱい書いてますね。はい、とこれはだから非常に自分では重要だなといつも思っております。そしてもう一つがですね、これが1週間が見渡せるようになっているものですね。こんな風に手書きでもう書いております。本当はきちんとねスタンプをしたいんですけど、大変だなぁと、まあ大変ですよねそれで、まあ月のところを間違わないようにこういう風に色分けしたりもしています。はい、このね、ウィークリーが絶対なきゃ困るんですけども、作るのは結構大変だなというのは正直思っています。それからこれはいざという時のお金と名刺とかが入っている、まあお守り袋のようなものですね。3つのパートで出来上がってるんですけども、さてこれをどうするかなんですよね。で、自分のプライオリティとしてはですね、ウィークリーっていうのはなきゃ困りますと、それから1日1ページ書いていくこのデイリーですね、これはむしろ自分の楽しみなんですよね。一日一日を充実して過ごしているという気持ちにさせてもらえるので、これはやっぱりあってほしいなと思うんです。これをなくしては面白くならないなというものがあります。ただ、1月1冊というペースで使っていくことになりますよね。で、これを考えた時にですね、どうしたものかと、まあそれからトラベラーズノートをお使いの方はよくご存知ですけども、もう3冊限界ですよね。限界だし、こうゴムをかけたり紐をかけたりしてこう束ねていく時に、このピチッとこうセンターが出る出ないっていうことが僕はちょっと不満がありまして、やっぱりこう開いた時にセンター気持ちよく出てほしいなっていうのがあるんですけど、ゴムバンド掛けしてこういうふうにまず束ねて、それから真ん中のものをですね、この革の方につなぐという形をするとですね、どうしてもこの2つがちょっと宙ぶらりんな感じが否めない、これが悩みですよね。だけどトラベラーズノートパスポート、すっごく使いやすい、カバンの中にポンと入れられる、このお手軽さはですね、もう何物にも代えがたいので、これは使っていきたいということです。あ、それからこれは USB メモリーを、これもお守りのようなもんですね。いつも使ってるものではなくて、いざという時に、時には必要になったりするという場面がありますので、ここにつけてあります。それから最近は、USB-C も増えてきましたので、変換のアダプターになるものです。これでちょっとスピードが落ちたりすると嫌だなと思うんですが、一応汎用性を高めるために今はこんな形でつけていますね。で、落下したりというトラブルは今のところないです。はい、とこのようになってるんですが、いよいよちょっと考えてみてですね、皆さんのご意見参考にさせていただいて、手帳ですね、ビジネス手帳導入してみたらどうかなと思うんです。それで書店に行くたびにね、最近こうどうかなと思ってみたりして、
どうかなと思いながら、まあウィークリーとしては充実してますよね。やや細いボールペンとかで書き込むことになるんでしょうけど、万年筆だと裏抜けしそうかな。まだ実験してないんですけどね。こうなっていて、それから、まあ、マンスリーもこんな風になっていると。これはいかにもありがたいですよね。一月を見渡せる。やっぱりオーバービューしていくときに、二月、三月、またいで見ていくときに、やっぱりすごく便利がいいですよね。はい。ウィークリーも1年分入っていれば、まあ、安心感は非常に大きいですよね。まあ、それから年間のカレンダー、これやっぱりこういうちょっとしたものもありがたいんですよね。で、これはオーバービューですね、イヤーですね。はい、やっぱりこうやって見ると1年間を大事に使っていきたいなっていう気持ちにもさせてもらえますしね。そういう意味でもやっぱりこうたった1見開きですけどね、あることがありがたいですよね。先ほど買ってきたばかりの状態ですので、こんな風になってまして、ここを見るとあなたの名言大募集。わあ、すごいですね。これはやっぱり応募しなきゃいけないですね。どうしよう。なんだろう、手帳とは。はい。まあ、ちょっと置いておきましょう。それから別冊がこうくっついてます。アドレス帳とメモですね。まあ、このメモにあたるものは、まあ、やっぱりもっとたくさん欲しいですね。このメモをね、1年間でちょうど使い切るっていうのはもう難しいと思うんですよ。あんまりもうこれは考えない。むしろ外しておいてもいいかなって思ったりしております。皆さん、パスポートサイズとこうコンビネーションするときに、能率の1111っていうものをよくご推奨されておりますが、僕はちょっとひねくれて、名字が高橋ですから、手帳は高橋を選ばせていただきました。141番です。中では一番小さな形のものですね。はい、これを選ばせていただきました。で、ここの帯に紙にこだわってるっていうふうに書かれてますね。記入するたびに快適な書き心地を実感できます。そして中性子だから紙の劣化も防げますよというようなことを、まあ、歌っていただいているので、これも頼もしいなと思いました。紙にはこだわってるんですが、なんかこのセロテープ止めみたいな、この辺はこだわってないですね。じゃあこれは取ってしまいましょうか。さあ、じゃあこれでトラベラーズノートにうまく入るかどうかというところを今やっていきましょう。これで一番もうシンプルな状態ですね。カバーはですね、もうのり付けされちゃってるので、そうですね、こののりカバーはもう外さない、あるいはここでもう切り落とすしかないんでしょうね。まあ、だけどこのカバーがうまく使えそうな気もするので、ちょっとやってみたいと思います。ここを取り外しまして、もう何も、あとは何もいじってないです。ノーマルな状態です。さてと、このちょうど真ん中あたり、これがあると目が迷っちゃいますね。この辺ですか。お、まさに6月なんですね。やっぱりこう1年の半分のところ。じゃあせっかくですから6月の30日のページでこう、ここにゴムを通すということにしたいと思います。
はい、いかがでしょう。ちょっと横ここの長さがもうちょっとあってもいいなって思いますけど、うん、どうだろう、こう来るときにちょっと深い感じがしますね、うん、まあでもこれは使い慣れていけば大丈夫かな。あともしかしたらあの こちらの下に、挟むものも出てくるかもしれませんね。そうすると前に出てきますからね、これが、はい。それから冒頭に語りましたようにですね、この月ごとに使っていく、まあこれはあの無地のパスポートノートっていうんですか、こちらになってしまいましたけれども、トラベラーズノートのオリジナルでもちろんいいと思います。はい、あ、今要するにね、僕の手元にないんです、すいません、あの無地で代用させていただきます。これをですね、これが真ん中ページか、ここですね、こうくっつけたいですよね。でその時はやはりゴム止めになっちゃうのかな、こことここですか、こんな感じでいけるかな。まあこのカバーのちょっとしっかりした感じがゴムで止める時にはありがたいですね。うまくいきそうな気がします。ちょっとゴムがむにょっとなってますけど、後で修正するとして、はい、こうなってますね。どうでしょうね、うん、うん、いいんじゃないですか。ちょっとサイズがね、少しだけ合わない感じはどうしてもあるんですけど、まあそれはしょうがないですよね。異質なものを組み合わせてるわけですから。うん、こうね、ウィークリーが進んでいって、そしてまあこれは毎月取り替えることになってきますけども、1日1ページ大胆に気持ちよく使っていくということで、いけそうですね。ゴムがちょっとわかめってて気持ち悪いので直しますね。はい、整えてみました。こんな感じですね。どうしてもこの手帳の高さがありますので、こうずらすとね、このセンターがずれちゃうんですよね。なるべくこうピシッといきたいもんですね。うん、ここですよね。はい、それからお守りの封筒を差し込んでと。うん、これでこうなりますか。ややこちらが前に出てきますね、どうしても。うん、ここのもう元から五分掛けしてやる必要があるのかな。うん、そのあたりの工夫はですね、またちょっと考えて進めてみたいと思います。今のところは現状あるものだけで解決するとしたらこの策になりそうですね。でもなんかいけそうな気がしてます。これが手帳がやっぱり使い心地良さそうだなと思うんですよね。どうでしょうね。うん、はい、これで1日もね、気持ちよくいろんなことを書いていきますね。バレットジャーナルの一部に過ぎませんけども、トゥードゥとかね、ビッシュリストといいますか、物欲リストですけど、まあ今日買っておかなきゃいけないようなものっていうような、リストを作ったりとか、メモを取ったりとか、便利に使えそうな感じがします。さらにね、もう一冊あって何でも書ける雑記帳が付けられると最高だなとは思いますけど、ちょっともうこれ以上の厚みは出したくないかなってところですね。じゃあこれをこうしまって、
はい、とこのようにまとめてみました。また変更があるかもしれませんが、現状これでなるべく行ってみたいなと、早く使ってみたいなと思っています。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あなたの名言募集中です。ではまた。